ハロー YouTube、ニハオヨーコアンリンチーです。今日の話題なんですけども、まず動画流しましょうね。彼なんですけども、まあ、ウイグル人のモデルで、麻薬関係でね、18ヶ月の刑期を食らって、その後ですね、ウイグルに帰ったんだけど、またなぜか収容されて、その様子をね、こうやってスマホで撮って、アムステルダムにいる彼のおじさんに送ったと。でおじさんはね、なんてひどいんだっていう話をその BBC に向かってしてるんですけども、ね、これでね、また世界中でね、中国じゃなんてひどいことが行われているんだって言い出す人たちがたくさん出てくるんでしょうね。ただですね、頭の正常な人だったら、まずこう思うはずなんですよね。スマホが持ち込めるのかと、まあ、収容所なのでね、ものすごく緩いか、もうそもそもスマホ簡単に持って入れるような施設なんでしょうね。それでですね、彼刑期、18ヶ月食らったって言ってるんですけども、通常ね、中国ね、麻薬の個人使用ね、まあ、1回2回吸ったとかね、まあ、その状況で捕まっても2週間の教育と、まあ、教育というのは捕まるんですけどね、まあ、2000元の罰金ぐらいで、出てこれるんですよ。でその時点で前科はつかないんですけども、18ヶ月となるともうおそらく分かりやすいぐらいの売人なんじゃねえかなっていう量を持ってたと思うんですよ。はい、これ民族衣装で踊ってるシーンなんですけども、民族浄化しようとしてるのにわざわざ彼ら自身の民族衣装を着せるというわけのわからないことを中国政府やってますね。まあ、18ヶ月って話なんですけども、多分相当な量だったと思うんですよ。まあ、例えばね、この前捕まった僕の知り合いのそのウイグル人のタレントとか、あとジャッキーの息子 JC ちゃんね、あれが半年ぐらい食らってたと思うんですけども、まあ家でパーティーやるぐらいの量を持っていて、それでまあこれは一種の売人だと判定されて、その半年の刑期を食らったと。これ日本よりだいぶ短いですけど、まあ食らってしまったんですよね。それでね、半年だったんですけど、まあ、彼の場合これ18ヶ月だったんで、多分相当な量だったと思うのですよ。で、まあ、これで僕の予測なんですけども、これ収容されたとしたらまたなんかまたもう一回個人でやっちゃったんじゃねえかなって、まあ、これ僕の想像ですよ。で、まあ、この動画見て僕が思い起こしたのはね、以前のね、僕のウイグル人の友達で今反中活動をやってる彼ですね。大体なんか話が大きくて、僕らね、みんなね、彼の話聞くと、大体なんか5分の1ぐらいに計算して判断すると、それで受け答えをすると、そういった対応を取ってた、まあ、彼のことを思い出しましたね。彼がアメリカに行ってね、反中活動してるのを見て、ああこういうやつが反中活動するのかって、思ったっていうのが、まあ、正直な感想です。はい、それでは皆さん、リンチーでした。再见。